伝統中央局、または第一発電所は明治時代の名古屋市が各に存在した火力発電所である。明治、大正期の電力会社名古屋電灯が1889年の開業時に用意した発電所で1904年まで15年間運転された。発電所出力は最大2 5 0ット跡地には中部電力の電気分化会館が建つ。 1887年9月、私族受山の活動から起業された名古屋伝統が、東京伝統に続く日本で2番目の伝統会社として設立された。同社は、最初の発電所を建設するにあたり、温泉場と長屋があった南長島町、入江町2丁目にまたがる、土地359坪を2300円で購入。庭と長屋を撤去した後に発電所を建設し、 温泉場の建物を改修して本社事務所とすることとなった。1888年11月、まず本社の整備が完了。ついで翌1889年3月、発電所、伝統中央局の建設許可を得た。中央局という名称は、当時発電所が英語でセントラルステーションと呼ばれていたことちなむ。建設工事は順調に進み、 4月にレンガ作りの建屋が完成。6月にはアメリカドイツに発注していた発電設備が到着した。発電所工事については先に開業していた東京電灯が担当している。8月からは電柱、電線路の工事も始まる。そして1889年11月3日の天調節をもって発電所が落成し、電線路工事も含め全ての工事が終了した。 しかしながら、白熱電球が海難事故で到着していないため開業できず、やむなく広小路、本町の交差点にアーク島を点灯して市民に対する宣伝活動を行った。その後電球の第二次出荷分がドイツから到着し、1ヶ月遅れの12月15日、発電所からの送電が始まって、名古屋電灯は開業に至った。 完成当初の縦矢は縦壺80.5壺の平屋建てレンガ作りで高さ二十三点八メートルの煙突が付属した。発電設備は創出力百キロワットで以下の機械で構成された。これらの設備は会社設立直後の八百八十七年十月から翌年四月にかけて氏族の庭聖五郎とそのおいで帝国大学工科大学を出たばかりの庭正道が 直接、アメリカドイツに赴いて、購入を契約したものである。設備のうち、トーマスエジソンが発明した、エジソン式発電機については、横浜にあるフレーザー商会が、日本での専売権を持っており、東京電灯などは、同商会を経由して購入していたが、日本での価格は、アメリカ市場より著しく高いという問題があった。 両名はアメリカで紹介と値下げ交渉に当たったが、進展せず、やむなく紹介の仲介で、エジソン本人と面談する。するとエジソンからドイツエジソン社を紹介され、同系のエジソン式発電機を、同社から低価格で購入することになった。また、蒸気機関については、バブコックウィルコックスと契約する予定であったが、フレーザー紹介から、 エジソン式発電機に適合しないとの意見があり、他社製に変更された。ただしそのことを、エジソン本人に確認すると、B&W 製機関は、性能優秀で自らの研究所でも使用していると、答えたという。1891年10月28日朝、脳尾地震が発生した。名古屋市内でも、家屋倒壊など、多数の被害が出た、この地震により、 伝統中央局でも煙突が切損する、機械室のつまめに亀裂が入るなど被害が生じるも、発電設備自体は無事であった。修理中は発電停止を余儀なくされたが、2ヶ月後の同年12月24日に復旧した。この震災や、その後相次いだ退化により、市民の防災意識が高まった結果、伝統の需要が増加に向かう。そこで1892年5月、 名古屋伝統は初めての発電所増設を決定。京都伝統から不要となった設備意識を譲り受け、翌1893年2月までに据え付けた。これら第一次増設は以下の機械から構成された。蒸気工事中の1892年10月、会社初の増資を伴う設備増設が決定。1893年10月設備の発注。 6894年電気室、ボイラー室の増築工事と準備が進められ、同年7月末までに増設工事が竣工した。この第二次増設による設備は以下の通り。日清戦争終戦後、陸軍第三次団が外戦したことによる、次第各隊への電灯取り付けの増加、灯油価格の高騰、さらに競合会社愛知電灯の出現に伴う、 料金値下げといった事象が重なって、伝統の需要が急増した。これに応えるべく、名古屋伝統は3度目の増設を決定、1895年2月設備を発注し、同年12月30日までに、すべての据え付けを終えた。この第3次増設による設備は、以下の通り。3度にわたる増設の結果、伝統中央局は、発電機10台。 総出力2 5 0ットの発電所となった。翌1896年、名古屋電灯が愛知電灯を合併し、5月に同社発電所を継続使用する認可を得ると、下広井町にあった愛知電灯発電所が第二発電所と命名され、南長島町の電灯中央局は第一発電所と解消された。愛知電灯の合併後、 さらなる需要増加の対策として、名古屋電灯では開業以来の低圧直流送電方式を効率の良い高圧交流送電方式に転換することを決定、過去町にて第三発電所、後の過去町発電所の建設に着手した。第三発電所はまず3 0 0ット発電機1台からなる第一期工事が1901年6月に落成、七月十二日より、 交流2 3 0 0ト送電が始まる。ついで同型発電機1台を追加する第2期工事も完成して1904年6月4日より送電を開始した。新しい過去町発電所の建設に伴い直流送電の旧式発電所は順次到達された。まず過去町発電所運転開始の2日後に下広井町の第2発電所が運転を停止する。 南長島町の第一発電所についても、1904年の2代目の発電機運転開始と同時に運転を停止し、予備発電所となった。停止後の第一発電所では、校内にあった本社が同年7月に過去町発電所校内へと転出。その後は、建屋が試験室や電線、器具の倉庫として活用されたが、1911年9月17日、 試験室からの発火で全焼した。焼け跡には電線、器具を収納するレンガ造り2階建ての2棟からなる南長島町倉庫が建てられた。伝統中央局の跡地には1986年になって中部電力の電気分化会館が建設された。会館正面広場の壁面には中部地方電気事業発祥の地のプレートが掲げられている。ありがとうございます。